フベーシックはシャープのパソコンである MZ-80 系向けに開発されたベーシック言語。開発元はハドソン。名称はハドソンの社名に由来する MZ シリーズが標準で採用したシャープ製の S。ベーシックは PET に由来する命令セットであるため大勢を占めたマイクロソフト系のベーシックからの移植性は低かった。対してフベーシックは MSBASIC と同じ命令体系を持ち、それらからのソフトウェアの移植が容易であった。MZ-700 では SBASIC と共に FBASIC も標準添付された。MZ-80KK の機種に対してのみバグを多く含んだものの BASIC コンパイラが開発、発売されている。後に、シャープ AV 事業部から発売された X1 シリーズにも移植された。 X1 では S ベーシックはなく不ベーシックが単独で標準添付され標準プログラミング言語として使用された。ファミリーコンピュータ用のファミリーベーシックに採用された NS 不ベーシックも同一のブランドであり一部同様の特徴を持ち合わせてはいるが機能的にはかなり異なる。その他、サムスンが韓国で1982年に発売した SPC シリーズでも採用されている。フベーシックシャープ X1 用フロッピー版もともと単体製品だったゆえに多くの機能を盛り込んだことでベーシック本体が大きくなったためユーザーが利用可能なフリーエリアは他の環境よりも狭くなっている。64基部の指揮翼が実装された X1 用であってもフリーエリアは20基部程度である。 その後、X1 ターボになる際、ファイル管理ルーチン、グラフィック描画ルーチン、機械語モニタプログラム、日本語変換機能をシャド d ロムに追い出し、フリーエリアを増やしている。X1 回以降に標準添付された V2.0 では、UON 命令を使用することで、機能重複、停止用頻度の命令文や、エラーメッセージなどを段階的に削除し、 フリーエリアを増やせるようになっている。ありがとうございます。